依存がなければ今日からここがあなたの第二の故郷となる。うん、依存はない。まずは住むところね。ついてらっしゃい。家を支給してくれるのかい。本当助かるよそれ。下へ参ります。勇敢なる NFA 市民の皆さん、モーリス・ショーソン行政長官です。重要人物かな。私は皆さんに誇らしいお知らせを伝えたいと思います。誇らしいお知らせ。昨日モニターでかっ。新たに10人のクルーが保護されました。それはめでたい。様々な専門知識や技能を持つ彼らをこの NFA 市民として迎えることによって、さらに都市基盤が強化され、たった10人で確信しています。これはひとえに惑星表面探査の重要性を訴えた私の提案に。いつ行政長官になったのかしら。はいつの間に。おとといからですよ。私は皆さんの誰だお前は。それまで補佐官だったのにもう大統領か首相みたいな面してたまんないっすよね。あんたたまんないっすよ。イリーナ、グイーン、任務お疲れ様でした、大佐。大佐、あ、結構偉い。かなり偉かった。ちょっと興味があるね。教えてくれ。紹介しておくわ。彼女はイリーナ、彼はグイーンよ。それだけ？情報量少なすぎやしないか。そいつが例の？流星の谷で見つかった唯一の生存者よ。え、俺一人かよって。そんな、今行政長官が10人って。そうでも言っておかないと夢も希望もなくなっちまうって思ってんだろ。でも一人でも助かってよかったよ。大丈夫、俺一人で10人分役立つ。イリーナだ、よろしくな。インターセプター、イリーナ中尉と同じインターセプター所属のグインです。 FF6 かな。イリーナもグインも私と同じ、元は統合政府軍特殊作戦車両共同隊、通称ドール隊の士官だったのよ。あ、ドール隊は分かりやすい。ドール隊でいい。私は大佐で、イリーナは中尉、軍員はまだ新米だったわね。こんな惑星に来てまで引きずる必要はないと言っているんだけれど。ブレイドになったからって大佐への気持ちは変わりませんよ。尊敬できない元上官だったら将軍だろうと元帥だろうととっくにタメ口です。タメ口ですよ。イリーナ中尉はエルマ大佐に夢中っすからね。どっか向いちゃった。二人とも階級で呼ぶのが尊敬の証とでも言いたげね。では私たちは任務に向かいます。失礼します、エルマ大佐。さて私たちはブレイドエリアへ行きましょう。そこが当面の間あなたの住むところになるわ。自宅をくれ。やっぱ安心できる我が家ってのは欲しいんだ。こういう時代だからこそ。大将ニューロスアンゼルス。大将5分の1スタート。ああ怒られた。いけないだと。いいじゃねえか、探索させて。落ちた。なんだこの BGM。 スタッフ男性、工業エリアへようこそ。 NLA を作っている場所さ。ベルナートさん、もしかしてお前新ユリか。どんなやつかと思ったら男前じゃねえか。いい目をしてやがる。輸送機に乗ってけよ。あれ、これか。痛い。エルマさん急に真後ろに。あの黄色い丸のところがイベントだな。ちょっとこれがどうか。いつ乗れるようになるんだろうか。あんまでかくないな。こちらは通れません。アンナさん。そうね。断末魔。
助かるんですけどね、序盤はこの辺が目標かな。まあイベント進めていこう。軽く探索してから。おう、あの一番大きなビルだぞ。ダッシュ、飛びすぎ重力軽いのかな。いけ土井先生。なんというローアングル。ドールが降ってきた。上からドールが、あ、ダメージを受けている。なんとか回避。大事故にはつながらず。あ、これ PV で見た気がするな。エマージェンシー、エマージェンシー。3秒後に爆破します。して止まるか。おお、不時着です。子供が運転してもいいのかい。エルマさんガチ横状態。強制ベールアウト。あべ、あったあった。くそ、誰？なんか言えよ。オーロラ出てんじゃねえか。なんでコクピットの中に排気煙が入ってくるんだよ。うん、PV で見たな、このシーン。ダクト周り、なんかおかしくないか。ああ、そんなはずはないんですけど。ああ、給排気バイパスが逆に繋がってる。もう、誰こんなことしたの。おめえだよ。あれって、最後に見たメカニック、コクピットに排気入ってきたらやばいだろ。何か失敗？珍しいわね。でもパイロットが頑丈なダグでよかったじゃない、リン。あ、エルマさん、おかえりなさい。エルマさん、この人ってもしかして。ちょっと有名人すぎないか、これ。すっごい。私、リンリーク、13歳。ブレイドでメカニックなんかをやってます。私、リンリーク、13歳、中2。驚き、感心。驚き、13歳だと。驚いたよね。でもこの年でも彼女は選ばれたスタッフよ。腕は保証するわ。まあたまには失敗もあるけどな。これからブレイドホームに戻るんですか。ええ、そうよ。せっかくですから輸送機で行きませんか。 NLA も一望できますし。正直置いてけぼりだよな。なるほど、それもいいわね。ダグさん、そのドール片付けといてください。私、エルマさんたちと一緒に帰ります。あ、フライトパックのテストはまた明日。ではでは。ちょ、なんで俺が。 おい、リン、リン。おい、リン。あ、パーティー外。先生確定。持ってこれる、持ってこれた。不可、罠かよ。ロマサガ3のあれか、エクレアかみたいな。私出ていかないんだから。編成確定。ステータスレベル5。回転、背中につけてるパックごっついな。あ、わかったわかった。耐性、重力耐性。
だから重いんだよね装備が。だからあれが増えていくんだ。重力攻撃なんか誰がしてくんだろう。マイナス O エルマ、うん、こいつはビーム耐性がすごい。よし、ステータスはちょっとずつ覚えていこう。完了はキャンセルか。スタート決定。なあ、俺の弟ランドバンクに入ったんだ。めちゃけ文字がちっちゃくてバーとかパーとかが分かりにくい。一般市民だったからブレードの任務が満足できるか心配だよ。真っ白、布みたいな車だな、これ。布でできてる。3D プリンターで作ったの、この車。目標地点、この上かな。おい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 。画面が怒らないで。ここに話しかけたら進みそうだから、ちょっとこっち先に。そうだな。貨物をブレイドエリアに運ぶのは骨が折れるよ。鉄道でもあればいいけどね。今はトラックか輸送機だけだからな。この辺、この辺さ、ジャンプしたら上登れんのかな。登れる。でこうやってたどらなきゃいけない隠し場所にアイテムとかどっかであるかもね。たー、やめた、届かない。こんにちは、キズナグラム村長。ロードゲージがマックスになる前に終わるっていう、あのゲージ意味あんのか。飛んでる、飛んでるよ。なんで飛ぶんだ、怖いよ。輸送機での移動はやっぱり楽ちんですね。若いのに何を言っているのよ。楽ちんですね、輸送機の移動は。輸送機から眺める MLA 大好きなんですよ。そうね、まだ復興は始まったばかりだけど、いつ見てもいいわね。ですよね、ですよね、ですよね。ゆっくり眺めていたいけど時間もあまりないから。この置いてけぼり感。エリアの説明をお願いできる、リン。はい、任せてください。友達に誘われて別の友達との集まりに行ったけど、その友達は別の友達とずっと話してる状況だ。すごい居場所がない感じがする。武器や道路の開発施設があります。このエリアには町の西側に出られる出入り口があるから、よく通ることになると思うわ。ちなみに出入り口があるのは工業エリアとブレイドエリアの2カ所。へえ、そうなんだ。次は商業エリアです。名前の通りカフェやレストラン、雑貨屋さんにアパレルショップ。車の横で X あたりをしたら車を奪えるのかな。それは GTA だ。 NLA で唯一の繁華街ね。それだけにいろんな人が集まっているわ。はい、とても賑やかです。夜はネオンが光ってとっても綺麗ですよ。今夜だけどほとんどネオン光ってねえけどね。次は住宅エリアです。おお、結構土地余ってるね。教会や大きい公園もあります。一個ちょうだい、家一個ちょうだい。本が読みたい時とか考え事をしたい時に訪れてみるといいかもしれないね。私はたまに公園でぼーっとしたりしてますよ。最後は目的地のブレードエリアです。 NLA の心臓部とも言える場所ですね。あれ、死んだカンパニーかな。このエリアは上層と下層の2層になっていて、上層には私たちが住んでいるブレードホームをはじめ、暫定自治政府ブレードの本部が入ったタワーもこの上層にあります。下層には道路の整備や修理をするスペースもありますよ。やっぱ仮想は秘密基地感がないとね。
プールは開くもの。そろそろグレードエリアに到着しちゃいそうですね。ありがとう、リン。その他の説明はグレードホームについてからにしましょう。はい、到着します。はい、ちょっとそこ通りますよ。はい、着地。はい、エンジン切って安全になってから降りてください。ちょっとにこやかに顔できなかったのかな。さて、まずグレードホームに向かいましょうか。その後に任務の報告。みんな吉報を待っているでしょうからね。吉報って一人しか生き残りがいなかったんだけど、いいのか。プラス方向なのか、それは。私とエルモさんが暮らすブレードホームはこの大きなビル、ブレードタワーの裏側にあるんですよ。そうなのか、興味ね。ビルの左脇の通りを抜けてすぐです。人が多くて雑多なエリアだから気を取られて道を間違えないようにね。はい、どうせ俺は田舎者ですよ。ブレイドエリア、話せる人それなりにいそうな感じ。うっす、ララ、質問、バトルポイント、シンイリちゃんよ。インナーやクラスのレベルが上がるとバトルポイントって入手できるんだけど、スキルややつを強化することができるんだ。一撃必殺、憧れる。一撃必殺、極限竜王技。興味ってあるんだよね、噂話。ちょっとちょっと、イケメンブレイドがいたの。うん、あえて何も言うまい。趣味は人それぞれだ。ステラ、新しいランドマーク。ステラさん、モーリス。すべての住人が受け入れていないのは士官も理解してますと。理想だけで生きていけるほど明るくないと。あなたいい目をしてますね。話に脈絡なかった。これ上にアイテムがあるけど、フィールドアクションレベル4、フィールドスキルが不足しています。アクセスできません。パトレイバーみたいなのがいる。ユリウスさん、お疲れ様です。質問します。他の都市からも飛び立ったのだが、どうなってるのか不明なんだ。最後の生き残りかもしれない。お疲れ様です。今日どうしたものか。やっぱ原生生物だよね。データグローブの打ち込みが進めばいいのだが、あの紫色は何なんだい。ねえ、あ、怒られた。はいはい、わかりましたよと言われた通りに動きますよ。こっちだ。ショップ街。レギーナさん。パスファインダーの旦那が拾ってきた珍しいものを売ってるんだ。今売れるようなものはなくてね。今日どうってことない。アルさん、現実になるそうだから言わないよ。何、この先生きていけるか不安とかそういうレベル。そのレベルはちょっと俺解決できない。自力でどうにかしてもらうしかない。おりゃい。はい、乗れない。俺ができるのは明日の夕食どうしようとかそういうレベルだけど。お疲れ様です。ショップ街も人が集まってきた。人間ってしぶといもんだね。お疲れ様です。今日素晴らしいですね。
さっきの見たかい、10人も見つかったって。いや嘘だったけどね。俺だけだ俺だけ。おい、スマホいじってないで店番しろよ。基本的にあれだね、マップに点がない人とか、このメッセージマークない人とは話せないんだな。ねえ、インナーウェポンやインナースーツを購入することができるわ。しかも端末から。何のための店やだよ。はい、彼女、何つったってんの、お茶しない。こぶつきが何を言うかって怒られそうだ。これか。何もそうね、この子結構喧嘩売ってきてない、喧嘩腰だぞ明らかに。喋り方が知的生命体いるのかな。どうだい、未知との遭遇に期待しよう。生物学者の卵だったんだ。化石や珍しい動物を求めて子供みたいにはしゃいでさ、大興奮さ。あれ、まだ ID もらってないのか俺。だよね、まだ全然目の進んでない。アームズカンパニーに出資してくれる景気のいいブレードでもいないかね、北浦さん。アームズカンパニーでございます。ブレードのための兵器や装備を研究開発、そして販売している企業が集まる場所でございます。ブレードではないのですね。登録済ましたらまた来るよ。いわゆるサブクエだね。なんだこの世界の女どもは、やれ布が少ないね。カールさん、何何ゲート、ちょっと時間長すぎっすよ、マジ不便っす。便利に使えるようになってないんすよ。新しく見つかったクルーってあんたっすか、よろしくっす。何興味、マジ面倒なんすよ、カールにやってください。トレバー先輩に超怒られるっす、マジ厳しいっすよトレバー先輩。トレバーって GTA にいなかったっけ。久しぶりのグッドニュース。ドーナさーん、多分俺ほとんど覚えねえよキャラの名前。はい、地図、そうね、とっても広いっしょ。地図が表示されてるからちゃんと見るのよ。三角が自分の位置、緑の丸が仲間、黄色の丸が私たち、ドールは持ってない。そう、鍵爪いいわ、そういうのあるんだ、ずっと流してたんだって。エレオノーラ、鬼畜、鬼受け付け嬢か、鬼畜って言っちゃった。スリエラさん、何か町の親切さん、違うの、私のことさ、装備のアドバイス。何かセリフ同じかよ。お、やっと黄色の次に行く場所が、トレバーさんいるじゃないですかね。ブレイドコンコース、はいはい、お願いします。ブレイドに登録すると、登録されていないようですね。素晴らしいブレイドになると思いますよ。もう何するか決められてるか抜群だよ。俺はもうブレイドになること決まってんだな。うーん、ああそういうことね。まあモンハンでハンターみたいなもんだな。
正面から我が正直に敵に攻撃する間抜けは戦場では生きていけん。視覚を意識して動き続けろ。いずれの位置から攻撃すれば命中率とクリティカル発生率が上がるぞ。旋回復勝じゃ。スカスカなノブさんに叩き込んでおけ。さあ、やっさ。ここになんか人のこっちか、ここか。なんて化け物、なんて化け物。忘却の警告。ただでさえ人口少ないんだから勝手に死ぬなよっていう。はあのですね、あとこの辺ぐらいか。多分トレバーに話しかけたら話が進む。その奥か、もうちょっとぐらい回ってから行こうかな。じゃった、ひじゃった。なんかよか、例の新入りがってまだ新入りになってないぜ。筋トレやってるかっと、あっという間にぶっ殺されちまうぜ。ちゃんと装備を整えていけよ。触ってみるか、ビクビク動くぞ。あ、本当だ、すごい動いてる。割と広いな。イベント進めちゃっていいかな。全員話しかけてからにする。なるほど、なるほど。カーシティさん、なぎ、よく聞いて、よく聞いて。なぎ長官ね、独房長官みたいなものが知ら、警備もつけてその辺を出歩いているの、素敵な上官よね。それ守る方からすると大変なんだけどね。あれの基本的な使い方、エルマ、マスターしたらまた来てちょうだい。エルマさん、ペトリ足取り教えてください。よし、自治組織さ、そんな感じで役割分担をしているんさ。うん、そうだな。コンパニオン、コンパニオンって言われると ね、 なんかね、お酒とかついてくれそうなイメージが。うん、お、なんかレベルアップしたぞ。ケント D か。ブレイド以外の人間もサポート業務につき任務に協力している。最後の人類だ。全てを犠牲にしてでも全うする覚悟がある。どうだい君は、覚悟はあるのかい。さて、どうだ。噂話、シャリ。おお、外の情報を知っているぞ。シャリは、シャリーさん、シャリーさん、あそこにいた。はい、シャリーさん、噂話をちょうだい。もうどうしよう、天気とっても変わりやすくて。朝出発した時は晴れてても昼にはライブとかあるの。ライブの時に電撃ビリビリ武器とか。ライブの時に電撃ビリビリ武器使うと自分感電しそうなんだけど、いいの？元気？うん、そうね。珍しい花見つけたの。あらあら、花に擬態した原生生物。トラウマ、ほんとトラウマ。なんだい、なんだい。俺らサポーターさ、お医者さんなのさ。装備を整えて無駄な傷を作ってこないようにしてくれ。なんだい、ん？エリート揃いの僕の大学の同期でブレードになったやついるんだ。飛び抜けて出来が良かったやつでね、もっと上層部で仕事あるんだけど。一体何を考えているんだ。そのうち出会いそうだな。よし、じゃあイベントのところに。もう一人いたよな、もう一人。この人、この人、トレバーぬっ、この人。ふう、どうした、どうした。うん、おう、ユニオンによって様々だが防衛任務だ。絶対に町にだけはいらさせないように守りを固めてたんだが、新入りの一緒にあのルプスの集団やっつけちまったろ。突破口ができて迎撃に成功さ。エルマチームの奴らには感謝しね。そこにいるじゃねえか。どうした？
カールの野郎、原生生物の討伐任務を任せたのに進めてる気配がねえ。お、一言言ってきちゃくんねえか。カール、カール仕事しろ。何？困った。あれ？何？まだだな。やだ。よし、人通り話せたな。さあ行きましょう。ブレイドウォー。ここが私たちの暮らしている場所よ。登録手続きが終わるまで、あなたにはしばらくゲストとして滞在してもらうわ。不満、不満。はい、詳しく教えてくれ。それについては俺から話そう。新キャラ登場だ。誰だ、お前は。新たに保護されたクルーとは君か。どうも、シュウヤです。この人がナギさん。リン君、女性かと思ってたらおっさんだったナギさん。はい、元気が売りですから。そういえば、ここへ来る途中、やたらと不機嫌なダグに会ったんだが、試験飛行で何かあったのかね。お、何もありませんでしたけど。何もありませんでしたけど。そうか、それならいいんだ。それよりエルマ、ご苦労だったな。よく連れてきてくれた。私は任務を遂行しただけよ。さて、君の登録手続きについてだが。だが？続きは中で話しましょう。続きは中で。知っておいてもらわなければならないことはたくさんある。すまんすまん。君も目覚めたばかりだし、エルマも任務で疲れているだろうからな。ああ、そうしよう。私、お茶入れますね。お願いします。ちょっとチャーシュー巻いていこうぜ、ナギさん。